川口春奈&目黒蓮奈が祝福フェンディ、ピーカブー、キャンペーンがローンチ。イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランド、フェンディ、フェンディは、タイムレスに愛されるメゾンのアイコンバッグ、ピーカブー、ピーカブーの2024年春夏シーズンのキャンペーンを4日にグローバルでローンチする。これに先立ち、世界各地のセレブリティやインフルエンサーたちがメゾンのアイコンバッグ、ピーカブーと共に SNS 上でこの日を祝福した。日本からは、ジャパンブランドアンバサダーを務める俳優の川口春奈と、スノーマンのメンバーで俳優の目黒蓮が参加し、本キャンペーンのローンチを祝した。英語で、いないいないバーという意味のピーカブー。2008年に誕生したピーカブーバッグは、タイムレスで飽きのこないシンプルでクラシカルな外見とは反対に、バッグの口を開けると、内側のライニングのデザインによって違う表情を生み出してくれる遊び心を兼ね備えたデザインが特徴。両面にあしらったクラシックなツイストロックや、内側のデザイン、マチ付きのポケット構造などメイドインイタリーのクラフツマンシップを存分に発揮している。川口は、フェンディ2024年春夏ウィメンズコレクションより、ザブグレーのクラシカルな、ピーカブー ICU プチ、ピーカブー ICU プティットをセレクトし、ライトブルーのハンドルカバーと、レッド、ライトブルー、ザブグレークリームカラーなど鮮やかなカラーパレットで、FF、刺繍が施された、ストラップ U、ストラップ U を取り付け、川口らしくパーソナライズされたバッグを完成した。目黒は、ピーカブー、ファミリーの中で小ぶりなサイズとスリムなシルエットを特徴とした、ピーカブー ICU-X クロス、ピーカブー ICU クロスをセレクト。シグネチャーである、クオイオローマ、レザーが用いられ、メゾンのルーツに立ち返りながら、若々しくクールなアティチュードを表現し、モダンでスポーティなルックを演出している。